突然ですが、シートベルト警告音、ビープ音が4点シートベルトを使うとビープビープビープ、助手席の使うとカメラの邪魔に重たい荷物を助手席に置きながら走ると、これは軽すぎました。一部演出が含まれます。このシーンはいるかなと、エンジンかける、こういうことあるよね的に一部演出が含まれます。ガチでリアルを演出します。オーディオになることあると思います。あると思います。ワクワクワクスレーシング、チャンネル登録よろしく。ASMR です。ということで、こちらシートベルトのキャンセラーですかね。お安いの購入しました、Amazon で。これあったら使うかな、アイテムですね。ここへ刺すだけです。刺して、あ、飛び出すなこれ。ここへ刺すんですね。ピーピーならないように、これでキャンセルできるんですね。ただそれだけの動画です。このシーンも入れときました。荷物置いてる感じ出しました。抜いてみました。刺してみました。そして、あ、飛んでいった。これはガチでリアル、隙間に落ちることあると思います。取りにくいことあると思います。なくなりそうです、これ。同じシーン。これ、便利だと思います。荷物、重たいの乗せたとき、これあったら便利。シートベルト刺せばいいやんっていう話でもあるんですけどね。はい、ここへないないしとくことにしました。これカタカタ言うと思います。でも気にしない、気にしない。これが消える、ビープ音も消える。サーキット走るときもこれがあればいいのかなって思いました。ということで、突然ですが、ワクワクワクスラッシングイン吉永渕ライブ行ってきました。トンボの最終回モノマネしてきました。シートベルトキャンセラー刺さりました。刺さることあると思います。刺されること、いや、チャンネル登録よろしく。ご視聴いただきありがとうございます。初ライブしてきました。路上ライブ花の都大阪城ホールでした。たくさんの人に応援いただきました。一部演出が含まれます。剛ファンの方にお会いすることができました。有名な方もいました。私は有名ではありませんが、弾き語りしてきましたよ。ちょっとだけ剛さん生でお会いすることができました。こちらは剛さんかもしれない、いや違う、剛さんは
ライブでお会いすることができました。ワクワクワクワースイングはどこへ飛んでいくんだ。ライブ1時間遅れでスタートしました。でもワクワクは変わらない。楽しい時間をありがとう。よければチャンネル登録よろしく。